はい、こんにちは。時刻は午前11時10分ぐらいです。僕は今、盛岡から、二戸、八戸方面ですね。まあ正確には岩泉田の畑方面に向かってるんですけれども、今からね、リクエストのあったね、IGR 岩手銀河鉄道の滝沢駅に行きたいと思います。で、本日もね、新型コロナ感染拡大防止のため車で移動します。で、運転中はね、いつも通り嫁が撮影させていただきますので、よろしくお願いします。そろそろ駅が左側に見えてくるようなんだけれども、あるのかな？まあ、あ、でも住宅か。あ、なんか、ん？右って書いてある、ほら。ここ。ちょっと、右なんだね。目的地に近づきました。近づいた。案内を終了します。ここ？あ、これ？ここまでの終了時間は35分です。あ、これ？あんた、滝沢学園の森って書いてある。ここだね。え、車止める場所はあるのかな？無断駐車禁止ってことは、まあ、停車だったらいいだろう。ちょっとここに、ちょっと止めさせてもらって。30分以内なら OK って書いてあるから、よし。そうね、書いてあるね。30分以内だったら OK。じゃあ、そうしよう。よし。はい、こんにちは。時刻はですね、午前11時45分ぐらいです。今日の駅はですね、こちら、岩手銀河鉄道ですね、IGR、岩手銀河鉄道の、滝沢駅に来ております。こう、学園の森ということでね、ここの駅はね、1日3000人ぐらい、乗降客の方がね、いるようなんですけれども、その理由として、ちょっとね、こう、通学でね、利用する学生さんが多いということで、これ、岩手県立大や盛岡大の最寄り駅になってるようなんですよね。なんでね、駅前に結構住宅街があって、まあ、そこもね、こう、バス停があって、まあ、そこ、駅のね、歩道橋あるんで、で、まあ、ローソンあって、ここは新聞屋さんですね。あって、あ、岩手県立大右ですよっていう看板もあるんで、まあ、こっからね、駅の入り口なんで、じゃあ早速ね、駅の中にね、入っていきたいと思いますが、結構向こうにね、自転車止まってたり、駐輪場があってね、結構自転車止まってるので、割とこう、自転車までここまで来てね、駅利用してる方もいますし、あとレンタサイクルもあるんですよね。IGR 滝沢駅レンタサイクルっていうことで、なんかペアだと500円とかね。以降、1日追加料金ということで、なんかここからレンタサイクルもあるようですけど、これレンタサイクルですかね。あるようなんで。カフェ、銀河って書いてますけど、あ、カフェ銀河があるけど、あ、クローズか。今日はどうやらやってないようです。惜しいですね。セブンティーンアイスはありますけど。あと何でしょう、これキャラクターがいるんで、まあ、早速ね、駅の中に入っていきたいと思います。駅に入る前にね、こんな看板を見つけました。新奥の細道コース案内図ということでね、野鳥観察の道ということで、ここは東北自然歩道野鳥観察の道の出発点ということで、国道4号線に至る全長 3.3 キロということで、国道4号線ってかなり長いですね。ここからずっと関東まで続いてるっていうのがすごいですよね。まあ、大体高速使いますよ。下道でも行けるということで、環境庁岩手県ということで、こうコースになってるようですね。あ、それでこうレンタサイクルがあるんだって今気づきましたんで、そしたら駅の中ですね、入っていきたいと思います。はい、それではね、駅の中に入っていきますが、そこトイレですね。左がね、あるんで入っていきますと、すごく広い待合室で、ほんとすごいベンチが多いですね。ここで待ってることもできる。まあ寝ようと思えば4連ベンチなんで、まあ寝ることもできるかなっていうような感じですね。滝沢駅の皆さん、ありがとうございましたって書いてますけど、地元の小学生がこうメッセージ書いたり、滝沢から世界へって書いてますね。会社のようですね。株式会社アルチザネットワークスっていうなんか、地元の企業でしょうか。ポスターとかね、貼ってますが。まあ、駅の待合室こんな感じで、セブンティーンアイスの他にこういうジュース、ソフトドリンクのこう自動販売機もある待合室ですね。で、今、時間が11時45分過ぎたところなので、
次の列車がですね来るのが、八戸方面が12時25分ということで、あと40分後ぐらいで、盛岡行きが11時32分が、さっきで行ったところっていう感じですね。ちょっと反射してますけど、結構本数ありますね。1時間に1本とか50分に1本ぐらいとか、ね、30分とか朝だとね1本ぐらいとかあったりするんで、まあ割と列車でも来やすいかなっていうような感じがしますね。で、ここはもうやってないんですかね、星のなんかキャラクターとか言いますけど、案内、切符は自動券売機でお願いしますということで、切符ね、スタンプラリーということで、自動券売機がね、ここにあるので、ここで買ってくださいということですが、いや、ちょっとここでね、ちょっと食べたかったな。違う、ペイペイ使うと20本戻ってくるということで、ペイペイで払って食べたかったですけど、今日はどうやら閉まってるようですね。残念です。ちょっと今日は閉まってたと。本来であれば、ちょっと寄っていきたかったなということで、クレープ400円とかですね。コーヒー300円。ウィンナーコーヒー350円と。コーヒーフロートも350円なんですね。だったらなんかコーヒーフロートとかウィンナーコーヒー頼んだ方がちょっとお得かなとは思うんですけど、ちょっとクレープも美味しそうですね。僕はちょっとあんこに目がないんで、オグラかなっていうような感じです。で、運賃表ですね。ちょっとでかい。今、滝沢にいるんで、目時までね、1850円。これ、青森ですね、もう目時はね。あと、二戸、1590円。盛岡ですね、380円ですね。うん、あとなんか乗り継ぎということで、結構一関まで2070円とか、あと JR どこでしょうね。あ、八戸2540円。まあそんなとこですか。大館までありますよ。大館だと2300円。あ、そっかそっか。駒からね、あの、花輪線に直通なので、大館の料金もありますね。2300円です。それではね、ちょっとね、じゃあここからね、駅のホーム入っていきたいと思います。はい、それではね、駅のホームに入りました。今日天気いいっすね。天気よかったんで、こっちはあの、沼区内方面ということで、岩手沼区内方面、ここから乗るということですね。今日すごく天気良くて暖かくて良かったです。こっちはね、滝沢って書いてますんで、右渋谷って書いてるんで、こっちですか。渋谷なんで、こっちが、岩手沼区内とか二戸ですね、方面。で、左がね、こう、すごって書いてますんで、こっちがね、盛岡方面ということになりますね。で、こっちが、3番ホームまであるんですね。だから2面3線の駅なんでしょうか。ちょっと向こうに行ってみないとね、わからないんで、ちょっとね、じゃあこっちのホームから、それではね、ちょっと、こちらの歩道橋ですか、跨線橋を渡ってね、向こうのホームに行ってみたいと思います。はい、それではですね、跨線橋を渡ってね、2番、3番ホームに来ましたが、やっぱりね、こっちにもね、線路があるのでね、2番、3番ホームということで、やっぱり2面3線の駅だということが分かったんですが、ちょっと僕あんまり詳しくないんでね、線路こっちだけで物足りるような気もするんですけどね、なぜこう3番線のホームがあるのかっていうのが謎ですね。なんか待ち合わせのためによける列車待ち合わせのためのレールなんでしょうかね。ちょっと3番ホームがある意味があんまりよくわからないんですが、こっち盛岡方面ですね。さっきと同じなんで、さっき向こうにいたんで、こっち盛岡方面ですよね。で、こっちがあれですね、で、岩手沼区内とか二戸方面ですね。で、滝沢ということで。ここにもね、待合室っていうか、あるんで、なんか放送鳴ってますけど、無視。いや、ちょっと使用中止ですね。うん。変異株の放送してますね。あと、こちらですね。駅根ができるようなすごい長い駅があるんで、まあ、ここだったら安心して駅寝ができるかなっていうような環境ですね。しかも待合室とかすごく綺麗です。で、まあ、駅来るとね、こっち。あ、天気良くてよかった。あったかいです。で、名所案内、野鳥観察の森。さっきそのレンタサイクルあったんで、こちら野鳥観察の森。
ネイチャーセンターって北西 2.5 キロで、またこちらですね、左渋田み右すごということで滝沢ということで、ね、あっちにねなんかあるようなんでね、撮影スポットかな、行ってみましょう。はい、でこちらね2番3番線のホームなんですけれども、そっちね駅舎なんでね、2番3番線のホームなんですけど、この2番3番線のホームのこの端っていうか先端端っこですね、あっち盛岡なんですけど、盛岡方面側にね、このなんかトレインスポッターズって書いてありますね。写真撮影される皆様へということで、なんかどうやら、こう、ここのね、とこにこう写真を置いて、列車を撮れるようなね、こうトレインスポッターっていうものがあるようです。まあ要するにこの鉄オタがね、こう列車来た時にこう撮れるようにっていうことで、こういうトレインスポッターがあるようなんですけど、まあ、線路内の立ち入りとかですね、列車に向けてフラッシュ撮影ダメとか、混雑時の三脚とか、脚立、自撮り棒とか、柵より微妙になる人とか、他のお客さん迷惑これがダメですよということで、まあ、こういうね、トレインスポッターズというものが、こう、あるようですね。まあ、大体、これで、まあ、駅、一通り見れた感じですかね。ではね、以上ですね。こちら、IGR 岩手銀河鉄道の、滝沢駅でございました。